グレートブリテン島は北、大西洋に位置する島で、アイルランド島、マン島などと共に、ブリテン諸島を構成する。ヨーロッパ大陸から見ると、ドーバー海峡を挟んで北西の方向にあたり、ヨーロッパ地域の一部である。面積は209,331平方キロメートルで、世界で9番目に大きい島である。グレートブリテン島は、日本の本州より少し小さい。 イギリスの国土の中心的な島で、同国の首都ロンドンをはじめとする多くの大都市を有する。オーブリテン島とも呼ばれる。グレートブリテン島は政治的に見ると、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の構成要素であるイングランド、スコットランド、ウェールズの3つの国からなる。イギリスと、 アイルランドグレートブリテン島の一グレートブリテン島の名前の記録は最古のものとしては紀元前6世紀頃のカルタゴ人工会社の記録にあるアルビオンであるその後紀元前4世紀のギリシャ人商人の公開期にあるプレタニ家から現在のブリテン諸島を指す言葉としてブリトニという呼び名が生まれ次第に定着してその最大の島であるこの島がラテン語で ブリタニアと呼ばれるようになった。ブリトン人は、全一世紀頃から、ローマ共和国、ローマ帝国、アングロサクソン人の相次ぐ信仰を受けて、その一部がフランスに逃れる。フランスでは、ブリトン人の住むようになった地域を、ブルターニュと呼び、本来のブリタニアを、グランドブルターニュと呼んで区別した。コブリテン島の意味である。これが、英語に輸入され、英訳された形の、 グレートブリテンという地名が定着する。古紀作り山帯に位置しているため、平坦な土地である。アイルランド島との間を、アイリッシュ海、スカンディナビア半島を呼び、ユトランド半島との間を北海と呼ぶ。グレートブリテン島の地質図グレートブリテン島では、太古内以降のほぼすべての地質時代の岩石が産出する。地震学的研究によれば、 グレートブリテン島を一体とする地域では地球の近くは27から3 5トルの厚みがある。最古の岩石はスコットランド北西部で発見されたルイスヘンマ岩で推定で少なくとも27億年前の年代のものであり、これは地球の歴史の半分よりも古い。これらの岩石はグレートブリテン島及び アイルランド島の近くの大部分を占めるものと考えられているが、さらにウルターニ半島やチャンネル諸島の地表まで広がっていると推定される。一方で最も若い岩石はイングランド南東部で発見されている。ありがとうございます。